本日はテニスのケンさん共催の初のレッスンイベントの模様をお送りします。ボール出ししてみます。ちょっとフォアハンド、バックハンド、こちら2列並びましょうか。フォアハンド、この高い位置セットっていうのをできるだけ、注意してやってもらおうかなと思います。これ僕もめちゃくちゃ意識してることなんで、高く引くっていうこと、ボールに対して高く引くっていうのをフォア気をつけて練習してください。してくるんで、しっかりボールバウンドするってさっきのことですね、意識してもらえればボールの後ろからラケット出しやすくなってくるんで、バウンドするまでにはラケットしっかりセットセット、しっかりだ。あ、MJ とどうぞ、こっち入りましょうか。今端っこ、どこ入ってもらってもいいですか。今端っこ入る、じゃあ MJ と行きます。少年行くよ、これ今先見てるとここに意識持っちゃってこうなっちゃってる、はい、ワイパーが強すぎるんで、ここが伸びできるだけ手首の形を崩さないようにするには自分の体をボールに合わせて高さ合わせてボレーしてもらった方がいいです。こうやってもうできるだけキャッチしに行くような感覚でボレーしてもらいます。よっしゃー、ナイス。はい、真ん中っす。センター狙ってきますからね。ラケットの面だけをしっかりクロスに合わせて自分の縦をしっかり見た方が体の使い方的には正しい。これがいやーって見てしまうと元々は速いですけどでもちょっと確率が返球の確率が悪くなっちゃう。はい、あっ、おー、いい、よいしょ、待って待って、ナイスオッス、いいっすね、ちょっとこう下にボール打ちすぎてるんで、そう、距離が遠い時ボレーする時が後ろの時は距離を出さないといけないんで、フォロースルーはグリップの位置がネットよりも高いところで終わってください。ここで終わらない、まいっこー、ベテランスミスコーチレベルもう一回言います。OK、 はい、ね、惜しい、高い、高いことは言ってなかったと思うので軽く意識してもらえば大丈夫、はい、で、展開の時皆さんめちゃめちゃポジション良かったです、良かったです、はい、だから結構僕ロブ多く使ってたんですよ、打つところがなかったんで、やっぱポジションが良くなると打つところがなくなって相手はボールを浮かしてきてチャンスボールになりやすいので、ポジションを取ってもらうことによって苦手なボレーがあんまりしなくて良くなったりとかするので、まずポジションをしっかり、直してもらったらいいかなと思います。で、前衛差がちょっと下がりすぎてたかなっていうのがあったので、そこだけはちょっと注意してもらった方がいいかなと思います。はい、何より楽しんでもらえたかなとありがとうございます。はい、じゃあ MJ 最後、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。まあ技術は基本的なショットとかももちろん大事なんですけど、さっき言ったようにポジションで苦手な部分も全然カバーできてくるんで、ボレーが苦手って言ってどんどんこう走り寄ってしまって触らないってなるともうずっと上手くならないままなんで、
ボレーが苦手でもどんどんボールに対して触りに行く、積極的に動いていくようにしてください。例えばバックハンド下手ですか、バックハンド下手だったらラリーから常にバックハンドを多く使っていくとか、どうしても皆さんフォアでうまく苦手だったら全部フォアで、回り込んでしまう人が多いんで、苦手なやつほどより多く積極的に取り組んでもらったらいいかなと思います。ありがとうございました。はい、また何かこのイベントがありましたらまた皆さんがお待ちしてますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ2時間ありがとうございました。ありがとうございます。気をつけて。ありがとうございました。女性でもそうですし、男子ダブルスもそうですけど、ロブやっぱり厳しくなってくると取りにくくなってくるんで、相手あれ、平行陣 MJ が後衛で僕前衛になります。MJ がボール触るときはちょっとポジション後ろ気味で結構です。ロブケアしといてもらって、相手からするとロブ打てない状態なんですね今っていうのを見せておく。で、MJ が打ったボールに対して一歩前詰めたりして、あ、じゃあ次返ってきたボールいけそうだなとかいう判断をしてもらう。ずっと前に行ってしまうと、 MJ が打つときにこう前に行くと相手からするともうとりあえずロブ上げといたらいいやんってなっちゃうんですよ。相手にとりあえずっていうことをさせてしまうとすごく楽な気持ちにさせてしまうんで、打つところないなっていう感覚を見せておいて、つけておいて、それに対して MJ 打ったボールに対して詰めてもらって、もっとプレッシャーをかけるっていうことを前衛さんはしていただきます。だから常に MJ 打ちましたって前入って戻ってきた、入ってきてなって、こういう動きが常に入ってくるっていうふうに思ってもらったらいいです。で、逆に MJ 前で前衛ですね、僕後衛です。後衛は基本的に、センターベルトと相手のシングルスラインとベースラインの角っこあるんですけど、あっこう結んだところ立ってもらったらいいです。それに対して相手の方向を向くようにしてもらえると、センターは基本的にすごくケアしやすくなってきます。じゃあここどうするのってなるんですけど、ここは打たしていいです。正直ですね、ここは距離が短いんでかなり難しいんで、どんどん打たしていいです。ただ捨てたわけではないんで、体の向きがこうなってると斜め前に取りに行こうとするんですね。ってことは角度がつく前にバックボレー取れるんで OK ですか。横向いちゃって、あ、前向いちゃってると横に移動するんで、すごく遠いところで処理しないといけない。下手したら届かない。だから体の向きっていうのは斜めに向けておいてもらった方が、だから平行陣になった時は MJ は正面向いてますし、僕は斜めの方向向いてこうやってプレーする形になるんで、前衛さん後衛さんこのポジションだったりとか体の向き気をつけながらプレーしてください。 OK です。はい、じゃあここじゃんけん、ここじゃんけん、負けた人は向こうのコートです。ちょっと分かりました。ここを MJ が担当します。MJ バックサイドで練習しようか、じゃあ。はい。はい、ラスト行きましょう。
クラスをやってたんですけど、こういう段階のポジションをもらったんですけど、すごくいいポジションを取られてるんで、ただ平行陣っていうのはすごく綺麗に相手がバシッと決まってると、もう正直言って打つところがなくなってくるっちゃなくなってくるんですよ。いつも足元入れるしかないんですね。でもそれだとやっぱり詰められてパンって決められて一回ありましたね、僕の時。こいつクロスしかないやみたいなの、お前やっぱ立たるたって立たはったって、その時はやっぱりロブとか使っていただいて、テニスコートを広く使って、プレイしてもらえると、もっとストレートとかロブとか使って展開を変えていってポイントを取れる引き出しを多く持っておいてもらった方が試合になった時に、ちょっと大変わってなった時に困らなくなる。あ、じゃあこれにもロブとかロブの引き出しを持っておいてもらった方が試合運びができたら有利になってくると思うので、どん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 コートをいろんなところに使ってアクションを起こしてポイントを取れるように、よろしくお願いします。はいはいはい、まあ同じレベルで、例えば試合で投手がレベルになっていると、やっぱ引き出しが多い、最初はロープとか引き出しが多い方が最終勝っていく、まあ、ミスしないとか、そういうのもあるんですけど、自分の中でいっぱい引き出しを持っているとおっしゃってないと思うので、全部こうパワーでしっかりとかスピードだけで進めるとか、いろんな関係を使って、ロープを使って、いろんなとこを狙って、よろしくお願いします。はい、じゃあまたこういう機会があればぜひご参加お待ちしております。はい、今日はありがとうございました。じゃあ、ありがとうございました。